もこんにちは、この曲は有名なベートーベンのエリーゼのためにです、エリーゼさんに、進呈した曲ということですけれども、楽譜を渡しただけということはまず考えられません。必ずその時にラブレターもね、一緒に渡しているはずです。で、この曲弾いてるとですね、ベートーベンさんが一生懸命ラブレターを書いてるなと、でまたビビって渡してるなという部分が、曲の中に出てきます。でまたラブレターの内容ですけれどもね、まずエリーゼさんとデートしたいなと、でまあその後できたら、夕食も一緒に食べたいなと、で夕食食べた後帰り道にですね手も握りたいなというのが実はねこの曲の中で出てくるんですね、ちょっとそこのところを弾いてみます。ということでですね、手を握りたいっていうのがねここにあるんですね。まあこのあとですね、本番が始まりますので、ぜひ皆さんも、ベートーベン君を、応援してあげてやってください。どうも。Thank you.